ボートレースファンの皆様、ボートレース平和島にご来場ご観戦いただき誠にありがとうございます。日本モーターボート選手会東京支部長の長田頼宗です。この1年間ボートレースに熱いご声援をいただきありがとうございました。そして新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力いただきましたファンの皆様、ご理解とご協力誠にありがとうございました。これからも引き続き感染対策をよろしくお願いいたします。ボートレース平和島では3月に SG 第58回ボートレースクラシック、5月に G1 開設69周年記念東京ベイカップが開催され、皆様へ熱い感動をお送りできたかと思います。そして6月からはスタンド等建て替え工事が行われ、場内エリアを縮小してレースを開催しております。ご不便等をおかけしますが、何卒ご理解お願いいたします。私たち東京支部東京ネクストは、これからもより白熱したボートレースを目指してファンの皆様のご期待に応えられるよう頑張ってまいります。皆様良いお年をお迎えください。来年も私たち東京支部東京ネクスト、そしてボートレース平和島をよろしくお願いいたします。